ほぼここのとこ毎週のように訃報を聞いて、どうしちゃったもんかねってちょっとね、ねえ、もうなんかね、知り合いっていうか、まあ僕らのね芸能界の直接あのお会いした人たちの訃報が続くわけですよね。3日ぐらい前でしたかね、ダチョウ倶楽部上島さんが亡くなられて、もうねメールもいっぱい来てる、みんなからこの駆け込み寺に。ダチョウ倶楽部といえばもうみんなもねご存知のように、僕らの武道館に来てくれて、最初にアルフィの真似で出てきてくれてね、あとはあの例のいろんなネタをやってくれて、最終的には僕はその亡くなった上島さんとチューをしてさせてもらったりとかね、そういうことあったんで、いや本当に何があったか分かんないけどもね、まあいろいろみんな想像でね、インタビューとかでおっしゃってましたけどもね、ここはもうでも本当に静かに送ってあげた方が、まあお笑いの人はたけしさんが言ってたね、やっぱ笑って、笑ってなんぼだからみたいなね、亡くなる時も笑ってみたいなことがありましたけど、まあ本当にそう思います。悲しいし残念ですけどもね、やっぱりそれがお悔やみになるかなというふうに、思います。いろいろ僕らも本当笑わせてもらったりとかね、楽しい思い出もいっぱい作っていただきましたからね。心配なのはやっぱりお二人のことですね。ゆごさんと、ジモンさんはやっぱり心配だな。やっぱ3人組だからね、今後のこととかもあるから、とてもまあね、多分他人には分からない、気持ちになってると今思いますんでね、まあでもこれからいろいろコメントも出されるかもしれません。はい、まあ本当に、楽しい、お笑い、そしてね、いろんな思い出ありがとうございました。謹んでお悔やみ申し上げたいと思います。